皆さん、アリシアです。今回はグラ間転送網利用権による移動時間短縮を総社等と国家団の2通りで紹介します。まずは総社等への通常移動時間から。続いて転送利用券、総社等を使用します。もちろんビルは消費しません。ブリガニアはエーテライトから都市内エーテライトを使わず総社等までたどり着けるので10秒ほどの短縮。続いてリムサのエーテライトから国家団への移動を見ていきます。リムサは絶えず人が多いのと、国家団へ行くには都市内エーテライトを利用したロードを挟まないといけないので、時間がかかってしまいます。続いて、転送網利用券を使ってみます。ちなみに、ホットバー登録も可能です。拡張後は何かと忙しくなるので、少しでもタイムロスを減らしたいですね。ご視聴ありがとうございました。